最近、日米同盟を強化して、アメリカの力を借りて緊急事態に対応するという選択をした政府には、外的な緊急事態条項を新設するという理由がないということですか。外的な緊急事態条項を作るという選択を放棄したから、去年の安保法制の案の起がということでありますので、したがって外的に対して緊急事態条項を作るというのは、これは全くそれに違うということになります。また、自然災害に関して申しますと、これは災害対策基本法をはじめとして災害法制が用意されており、また足りないのであれば、それを強化するという議論をするのが先決であって、それをサボって憲法改正で済ませようというのは、これは端的に言えば不真面目というふうに言うべきだろうと思います。そこで私はですね、やっぱり災害の対応についてはですね、やっぱり国と市町村との分担はありますけれども、やはり市町村の方にですね、指導権を与えて、そして全面的に国がですね、それをバックアップしていくということが一番必要だろうなというふうに思っています。というのは、先ほど講演をしましたところでですね、やっぱり現場でないとですね、わからないところが非常にあるんですよ。あるんですよ。今回の場合はですね、なんて言いますか、人命に関わる問題ですからね、20キロ避難とか30キロ避難とかってこう簡単に言いますけども、やっぱりそれの避難先を決めてないんですよね。馬場さん、もちろんご自分の体験も踏まえてですね、災害対策で憲法に緊急事態条項が、現在ないんですけれども、それが何か障害になったか、あるいは緊急事態条項の必要性を感じたかということについて、もしお答えいただけたらと思いますが、憲法はですね、障害になったことはないですよね。でむしろ先ほど名前先生おっしゃったように、やっぱりその災害対策基本法なり救助法、あるいは自衛隊法、警察法ですか、そういうものの運用が上手でなかったということです。で、一つはガソリンなんかが入ってこなかった例もありましたけれども、これはなんていうんですかね、今の言った法律を有効に使えばですね、うまくガソリンなんかの手配もできたんですよ。震災から2年目ぐらいの時、私は日米連の災害復興委員会の委員長やったんですが、その時憲法記念日に NHK で討論があるんで出てくださいと言われて出たんですね。1時間半の番組でした。その時に3対3で出たんですが、憲法にそのいわゆる緊急事態条項を設けるというのがテーマだったんですね。私もびっくりしました。だっていらないもんですよ。災害の話だって言うと、なんとなくね、じゃあ災害だったら縁とちゃうのって、すいません、神戸の人間です。災害の現場だったら縁とちゃうのって思いがちなんですね。だけどそうじゃないよ、全然いらないよって伝わなきゃいけないと思って、こういう形でいろいろ活動してきました。それでですね、石川先生からもいろいろ教えていただきましてですね、南野所長さんからも教えていただきまして、でね、災害で一番大事なのは、ね、現場なんですね。目の前にいる被災者をどうやって救済するかっていうのが全ての出発点で、被災者がヒアリングして、それで現地を見て、で災害の課題を抽出して、それで将来の課題を考えて対策を立てるのが災害対策なんです。で、災害対策、そしていざ災害が起きた時はこの対策に従って被災者に一番近い自治体が対応するんです。これが災害対策である災害対応です。災害を出すにしてね、憲法改正してはいけないという言葉あります。これはね、これはですね、東日本の被災者が言ったと思います。ぜひね、議員さんも皆さんも国民もこの言葉を尊重していただきたい。以上。